こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい？うん、ごめん、もう一回教えて。寺山かな？合ってる？合ってます。クールな響きじゃないか。よし、寺山、俺が最高だぜって言ったら、君は両方のヒレ高く上げて、うおーって言うんだ。おう、寺山、その隣のおちびちゃんはもしかしたら君のお子さんかい？かっこいいところ見せてやろうぜ。準備はいいかい？行くぜ、寺山、最高だぜ。寺山、もう一回。おいじゃないんだ、うおうなんだ。ウミガメの挨拶変えないでくれな。前にいるちびっ子たちがお手本になるよ。全力で行こうぜ。もう一度行くぞ、寺山、最高だぜ。頑張った、みんな彼に拍手しようぜ。よし、次は誰と話をしてみようかな。あ、次はこっちの前にしようかな。あ、前から2列目で通路から2番目、可愛い甲羅のお嬢ちゃんがいるんだ。ちょっと話してみたら。こんにちは。挨拶してくれた、嬉しいぜ。名前なんて言うんだい？ユナ。ユナ、よろしくな。じゃあさ、ユナにちょっと聞きたいことあるんだ。今日さ、どこから来たんだ？流山。すげー。知らないけど。その流山ってとこから誰と一緒に来たんだ？ママか。よし、じゃあ一緒に来てくれたママ、どこにいるんだ？ひれ上げて。そうだよな、隣だよな。いやー、ママ、こんにちは。こんにちは。名前は？美和です。美和、よろしくな。じゃあさ、ママである君にも聞きたいことがあるんだよ。ユナからいろいろと質問をされたことってあるかい？たくさんあります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだぜ。俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。教えてくれてありがとな。ユナもありがとな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからさ、今日は俺に人間のこと教えてくれないか？協力してくれるなら、ほーいって言ってくれ。せーの。どうした、みんな協力してくんないのか？みんなで頼むぜ。せーの。お前たち最高だぜ。寺山、油断すんないの。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、この中で食べる人いるかい？いたらひれ上げてくれ。どうだーい。半分以上食べないんだな。動けんのか。そうだな、じゃあガイズさん、こっちの後ろだ。前から2列目、通路から3番目の彼女だな。ヒレ元気に上げてくれてたんだ。ちょっと話をしてみたいな。こんにちは。こんにちは。名前は？しおりです。ん、しおりかい？合ってる？合ってます。よろしくな。なあしおり、君の大好物ってなんだい？餃子。餃子、おお、初めて聞いた。それどんな食べ物？白いやつ。説明ざっくりすぎだろ。なんだかわかんないけど、人間面白いもん食べんだな。あ、俺はさ、この下に入っているこの海藻を毎日食べてんだ。わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。そしたらこんだけでかくなったってわけさ。なしおり、俺の体重今何キロあると思う？ほぼないじゃないか。俺今300キロあるらしいんだよ。しおりもさ、その餃子ってやつをさ、いっぱい食べて
300キロ目指してくれな。お前たち最高だぜ。よーし、今度はみんなの番だ。俺に質問あるやついるかい？いたら入れ上げてくれ。どうぞ、何でもいいぜ。よし、早かった。こっちの前から行こう。一番前で一番通路側のおちびちゃんだな。元気に入れ上げてくれてる。こんにちは。名前はなんて言うんだい？リヒトかな？合ってる？奇跡が起きたぜ。聞きたいことなんだい？お魚。お魚？もしかしてリヒト魚のこと好きなのかな？嬉しいな。俺もさ、この海に住んでる魚のやつらみんなと友達になれて大好きなんだよ。あ、じゃあその証拠にさ、みんな、俺たち友達だよな。今忙しかったみたいだわ。でも本当だぜ、もちろん君も俺の大切な友達の一人だぜ。ありがとな、話できて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。よし、他にやるかい？何でもいいぜ、後ろの方でもいいぜ。遠慮するなよ、入れ上げて。どうだい？そうだな、じゃあ次は真ん中の後ろにしよう。前から4列目、こっちの通路側だな。白い甲羅で頭にキラキラの2枚目乗っかってる男性だ。元気に入れ上げてくれ。そらこんにちは。こんにちは。名前は？ヒロヤです。ヒロヤ、よろしくな。質問なんだい？奥さんとの馴れ初め教えてもらっていいですか？おー、なんか人間の世界ではパートナーのことを奥さんって言い方するんだってな。聞いたことあるぜ。俺のパートナーシェリーって言うんだ。彼女とはそうだな、今から130年前になるかな、 EAC っていう海流を泳いでる時だったんだ。向こうからシェリーやってきてさ、目と目が合った瞬間うおうってなって、それからうおうってなって、うおうって、そっからずっと一緒にいるんだ。彼女とっても優しくて思いやりがあって、ほんと素晴らしい女性なんだぜ。だからさ、130年経ってる今でも俺は彼女のこと愛してるんだぜ。何言わせるんだ、恥ずかしいじゃないか。隠しとかやめろ。お前たち最高だぜ。よーし、他に質問あるかい？どうした、クラゲライダー？あ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ、亀倉まんじゅうから。あれ面白いじゃないか。え、よし、みんなで米倉まんじゅうって言ってみよう。せーの、米倉まんじゅう。もうやめてくれ、そこ米倉まんじゅう。米倉まんじゅうされてなくな、米倉まんじゅう。よし、帰りで遊んできてるぞ。もうクラッシュのせいだよ。ん、俺がなんかしたか？カメクラまんじゅうだよ。あ、いったな。カメクラだけはやめて。カメクラまんじゅう、カメクラまんじゅう、カメクラ。俺だけ盛り上がってごめん。よーし、他に質問あるかい？何でもいいぜ、遠慮するなよ、ひれ上げて。どうだい？そうだな、じゃあ次は、あ、こっちの後ろにしようかな。あ、前から2列目、通路から2番目だな。ちょうどしおりの隣の黒いコーラの男性だな。ひれ上げてくれそな。こんにちは。こんにちは。名前は？翔吾です。翔吾、よろしくな。質問なんだい？あの、円満にちょっと気まずい彼女と別れる秘訣を。そんなのはない。お前たち最高だぜ。ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー、なんだ、ベリーだったのか。よし、みんなでうーって言ってみよう。せーの、うー、クラッシュ、やーよー、ベリー、ハロー人間。なあベリー、得意のエコロケーションみんなに見せてやったらどうだ。見てて、うー、何か見えてきた。おう、わー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、
クラッシュ。おお、耳が4つ。ああ、ヒロヤたちの頭に乗ってる丸いやつか。ベリー、あれ耳じゃない、2枚以外だ。いやーでもエコロケーションクールだよな。人間もできんのかな。そうだ、あいつにやってもらおう。ショーゴ、君の出番だ。エコロケーションやって、もしかしたらうまく別れられる道見つかるかもしれないね。試しにやってみよう。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて、そうだ、目を閉じるんだ。いいかい、俺がいいテーマで目を開けちゃダメだぞ。そしたらうーうーだ、いくぞ、せーの、意外にうまいぜ、みんなもやろう、せーの、みんなありがとう。ショーゴ、まだ目開けるなよ。じゃあショーゴ、俺が開けてるヒレ何本だ。に、ショーゴ目開けてみろ。大正解だ、みんな彼に拍手しようぜ。かわいらしい、最高だぜ。かゆん、かゆん、おー、スクワット、かゆん、パパ、パパ、かゆんに乗ってサーフィンしようよ。わかった、わかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと話せてすげー楽しかったぜ。お前たち、最高だぜ。ありがとな、楽しかったぜ。